が皮緑です。感じでしょうか、この奥の方にある葉っぱがちょっと白いかなっていう、結構白かったんですけどね、ちょっと。強い植物です。特に根っこの部分の毒が強いっていうのが、もちろん葉っぱにも毒がありますし、葉っぱを2枚食べてしまうだけでもう致死量になってしまうようなとても強い毒を持っています。まあね、食べはしないね。結構毒ある植物も園内にはあるんですけれども。あれは何をしてるんですか？その場合は。あれですね、今あの6個を右側で今だけ置いてあるものですね。なんかね、本当に使われるのがこの浜なしがほとんどになっております。ここ黒いんですけれども、それから名前がついています。最初の方の形で紹介しました。それだけじゃなくて問題もあるので、よかったら覗いてみてください。ここを取れた、あのこれ平地の方がですね、栄養が結構さ、米橋のほうというところで、米のようなお花なので、それで梅とついております。